3人目のプレゼンターに参りましょう。3人目のプレゼンターは新潟大学脳研究所教授三國隆康先生です。三國先生は京都市生まれで、京都大学医学部を卒業後小児科医として勤務されていました。で、その時ですね、働く中で脳の可能性、脳の可塑性ということに興味を抱き、東京大学で博士を取得後、アメリカで研究をされておられました。で、昨年9月に帰国して、新潟大学脳研究所の教授に就任されています。脳でのゲノム編集、それから分子イメージングなどの新しい研究手法を開発して、記憶を分子レベルで、目に見えない分子レベルで、見るを知ろうというのが、先生の研究テーマになっています。で、本日のテーマはまさしくそのど真ん中、分子、記憶を分子レベルで研究する、記憶を分子レベルで理解するというものです。果たしてどんな世界が見えてくるでしょうか。それではお呼びしたいと思います。皆さん拍手でお迎えください。先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。新潟大学脳研究所の三國と申します。今日3つ目のテーマは、記憶を分子レベルで理解する、そういう話を今日はさせてもらいます。私はかつて小児科医をしていました。毎日小児の子どもの診療をしていたんですけれども、その中で子どもって日々様々なことをできるようになっていくっていうのにすごく驚いた記憶があります。毎日学習し記憶をして、できないことができるようになっていく子どもの脳ってすごいなと思って、で、その子どもの脳がどういうふうに変わっていくんだろう、その仕組みが知りたくて私は研究者になりました。記憶って大事ですよね。例えば皆さんの中にはテストの前にもっと記憶力が良かったらなとか、自分は記憶力に自信があるぞとか、あるいは私は記憶力に自信がないなと、いろんな人がいると思います。私たちは生まれてから膨大な情報のシャワーを浴びています。そういった情報を選んで記憶して、そしてこの世の中を生き抜いています。そういった情報の記憶が次の行動に大変役に立つんです。ですから記憶ができないとこの世の中を生き抜くのがすごく大変だと思います。また映画の黒澤明監督、こんなこと言っています。生まれてから今までのどこかで耳にし目にした何かが、知らず知らずに入り込んだ記憶が、何かのきっかけで呼び覚まされて動き出す、そうやって想像していく。つまり記憶は想像にも必要なんです。この先ほど犬口先生が言ってた話にも通じると思います。また一方でレオナルド・ダ・ヴィンチは、食欲がないのに食べても健康に悪いように、やる気がないのに勉強しても記憶なんてできないよと、そうだそうだと思う人が多いと思います。私たちは例えば興味がないのに勉強しても覚えられないとか、好きなことはすぐ覚えられてずっと覚えてる、そういうことをよく経験してると思います。つまり記憶は2つに分けることができます。短期記憶、すぐに忘れる短期記憶と、ずっと覚えてる長期記憶。そして記憶が長続きするかどうかっていうのは、その時の感情であったり興味であったり、あるいは状況によって左右されます。ではこの記憶、頭で行われているというのは分かるんですけど、その記憶が起こるときに脳では何が起こっているんでしょうか。私はこの記憶を分子レベルで理解したいと思っています。記憶行われている脳っていうのは、その脳の中には、人の脳の中には1000億個の神経細胞があると言われています。そしていろんな細胞があるんですけれども、その細胞の中には何千何万もの分子、その主な担い手はタンパク質ですけれども、こういったものがあると言われています。ですからこの記憶を分子レベルで理解するっていうのは、いわば究極の解像度で記憶を理解するということになります。
先ほど言いましたように脳には1000億個の神経細胞があります。そしてこの記憶をするのに必要な領域、先ほどの話にもありましたように海馬という領域とかが知られています。その神経細胞、簡単にここで三角で示します。そしてこういった神経細胞同士は複雑なネットワークを形成しています。そして特定の記憶は特定の回路に蓄えられると考えられています。例えばこの映画の中の智彦さんと真由子さん、恋愛関係にあるということを記憶するとします。この時頭の中では脳の中の智彦細胞と真由子細胞の間の回路が強くなっていると考えられます。このように記憶する時っていうのはこの回路が強くなるっていうのが重要なんですけど、じゃあ回路の中のどこが強くなるのかといったら、この接合部、シナプスと呼ばれているところです。この記憶の形成にはこのシナプスが強くなったり、あるいはシナプスが新しくできるということが分かっています。このシナプス、もうちょっと詳しく見ていきましょう。神経細胞というのは長い突起を伸ばしていて、その長い突起は次の神経細胞にシナプスを作って結合しています。そしてこの情報というのはこのシナプスを介して次の細胞にどんどん伝わっていきます。このシナプス、もうちょっと詳しく見てみますと、この前の細胞から後ろの細胞に情報が流れるんですけれども、この後ろの細胞の受け手はこの後ろの細胞からニョキニョキと出ているこの小さなスパインという突起、ここに入ります。このスパインという突起、すごく小さな突起でして、この1マイクロメートルの大きさ、これは1ミリメートルの1000分の1の大きさです。この小さな突起、スパインに前の細胞からの入力が入ります。このスパインを見えるようにした写真がこれです。一つの神経細胞にいっぱいスパインがあるのが見えると思います。一つの神経細胞にだいたい1万個ぐらいのスパインがあると言われています。この一つ一つのスパインに前の神経から入力が入っています。ですからここでお示ししている図、一つ一つのスパインがそれぞれシナプスを表していると言えます。このスパインをさらに拡大して見たこの絵がこれです。ここにスパインがあります。前の細胞から入力が入ってますけれども、例えばこの入力にこの前からの神経細胞からの強い入力が入ったとしますと、このスパインが、刺激されたスパインが大きくなります。そしてこれ大きくなることによって前の細胞からの情報っていうのが流れやすくなります。これが記憶の形成に重要と言われています。つまり記憶の形成にはスパインが大きくなることが重要です。そして大きくなったスパイン、すぐに戻る場合があります。これは短期記憶。そしてこの大きくなったスパインがずっと大きいままでいる、これ長期記憶と言われています。ここから言えるのは、この記憶っていうのはこのスパインの大きさの変化、形の変化で捉えることができるということです。もう一度言います。スパインの大きさの変化、形の変化で記憶を捉えることができるということです。ですからスパインの大きさが変わる分子メカニズムが分かれば、記憶を分子レベルで説明できるということです。ではこの記憶に関わっている分子、どんなものがあるんでしょうか。この一つのスパインの中にはもういっぱいいろんなタンパク質があります。何百種類とあると言われています。ではこのいっぱいあるタンパク質の中からどんなタンパク質が記憶に重要なんでしょうか。これを調べるために、これまで遺伝子組み換え技術という方法を使って調べられてきました。これはあるタンパク質がない動物を作ったときに、その動物に記憶に異常があるかどうか、それを調べてきた研究です。こういう研究でこれまで100種類以上のタンパク質が記憶に関わっているということが分かってきました。でもこの方法では
あるタンパク質が記憶に必要だっていうことは分かるんですけれども、じゃあこのタンパク質が一体どういうふうに働いて記憶できるようになっているのか、それはよく分かりません。これをもうちょっと分かりやすい例で例えますと、皆さん坂本龍馬はご存知ですよね。明治維新の立役者です。この坂本龍馬の役割を理解するのに、坂本龍馬が生まれていなかったらどうなっていたか、これを考えるのは一つの方法です。でもこれでは十分に私は分からないと思います。むしろ坂本龍馬がいつどこで何をしたかを知る方が坂本龍馬の役割分かると思いませんか。坂本龍馬、例えば1866年に京都で薩長同盟を仲介して、それが明治維新につながっていきました。こういうことを知ることで、この坂本龍馬の役割深く理解できると思います。ですから私は脳の中で実際に分子をイメージングして、それで分子がいつどこでどのように働いているのかを見ています。このタンパク質、分子っていうのは多くは神経細胞の中にあります。ですからそのタンパク質がこの細胞の中のどこにあるのか、それを知るのは重要です。なぜならここにお示ししましたように、神経細胞というのは非常に複雑な形しています。この神経細胞の中のどこにタンパク質があるのか、それがそのタンパク質の機能を知る上で非常に重要になります。それは場所によって、神経細胞の中の場所によって、この神経その役割っていうのが違うからなんです。でも脳っていうのはこういった複雑な形をした細胞がギュッと密集されている、ひしめいている組織ですので、この全ての細胞においてタンパク質を見えるようにしたら、もうぐちゃぐちゃで何が何だか分かりません。ですからこの脳の中で一つの細胞を浮かび上がらせて、その細胞の中でタンパク質がどこにあってどういうふうに動いているのか、それを知ることが重要です。またこの神経細胞の中には何千何万もの分子がありますので、こういった分子を早く見る必要があります。また研究費には限りがありますので、安く見る必要もあります。1906年ノーベル生理学医学賞受賞対象になったのは、猪口先生の話にもありましたが、このゴルジ染色っていう方法の開発です。このゴルジ染色では、脳の中の細胞、一つの細胞をその細胞の形をはっきりと見ることができるようになった。これすごく大事な方法で、今でもまだ使われています。でもこの方法では細胞の形は見えますけれども、細胞の中の分子まで見ることはできません。私たちは最近スレンダー法、 V スレンダー法という方法を開発して、この細胞の中の分子まではっきりと見えるような、そういった方法を開発しました。この方法、ある人は現代のゴルジ染色だっていうふうに言ってくれる人もいます。このスレンダー法、 V スレンダー法では、生きている動物の脳でゲノム編集できるようにしています。皆さんゲノム編集って聞いたことありますかね。私たちの体の中の細胞の中にはゲノムがあります。でゲノムっていうのは いっぱいある遺伝子の集合体です。この遺伝子って何かと言いますと、タンパク質の設計図です。ですからゲノム編集でタンパク質の設計図を編集することができるということです。ですからこのゲノム編集でタンパク質の設計図を編集することで、タンパク質、できるタンパク質に細工することができるんです。私はこのゲノム編集を使って遺伝子に目印のタグを入れました。そして出てきたタンパク質にタグをつけて、目印をつけて、その目印が光るようにして、このタンパク質を目で見えるようにしたんです。そしてこういうことを脳の中の一部の細胞で行うことができたら、狙ったタンパク質だけを光らせて、タンパク質を早くはっきりと見えるようにできました。このスレンダー法、V スレンダー法でどういうふうに
タンパク質が見えるのか、これからお見せします。まずこの脳全体で目的とするタンパク質を光らせました。ここではアクチンというスパインの中にたくさんあるタンパク質を緑色で光らせています。上にお示ししている図はマウスの脳の細胞、これ左が前で右が後ろですけれども、これ脳全体でアクチンの細胞を光らせている、そういう図です。そしてこのそれぞれの脳領域、脳の場所を拡大した図が下にある図です。目の網膜や嗅球、大脳皮質や線状体、視床、小脳、中脳、脊髄、脳のいろんな場所のいろんな細胞でこのアクチンという細胞、アクチンというタンパク質を緑色で光らせています。こういうことができるようになりました。これをもっと細かく見てみると、脳の中の細胞の中、細胞の中にこのタンパク質、いろんな種類のタンパク質はっきりと見ることができるようになりました。ここで示しているのはこのレッド症候群っていうこの発達障害とか転換とかを起こす病気、小児科でよく見る病気なんですけれども、このレッド症候群の原因タンパク質 MECP2 というタンパク質が細胞の中の核の中のさらに一部にこう点々と存在しているのがはっきりと見えるようになりました。これアクチン、先ほど言ったようにスパイにたくさんある、そういう絵もきれいに撮れました。で、活脳症という病気があるんですけど、その病気の原因タンパク質ダブルコルチンもこういうふうにきれいに見えます。他にもラブイレブン、カルシウムチャンネル、4333イプシロンなどのタンパクが見えて、ここではこれも発達障害を起こすような脆弱 X 症候群という病気があるんですけど、その原因タンパク質 FMRP というタンパク質が細胞の中で粒々に存在しているのが見えます。記憶に重要なタンパク質 ARC であったり、また記憶に重要なタンパク質である PKCα というのもきれいに見えるようになってきました。もっと細かく見てみましょう。細胞の中のスパインの中にどこにタンパク質があるのかも見えるようになってきました。これは電子顕微鏡と組み合わせた結果ですけれども、例えばここで記憶に重要と分かっている間欠 β というタンパク質がこのスパインの中でも先端の方、つまり前の細胞からの入力を受ける付近により集まっている、そういうことも見えるようになってきました。これはスパインが大きくなる時のイメージングです。上に示すのは間欠 α、下が間欠 β というものが今見えるようになっています。この赤丸で示すところのスパインを刺激したところ、30分後には刺激したスパインにのみこの間欠 α あるいは間欠 β というタンパク質がキュッと集まってきているのが分かります。これは記憶ができなくなるアルツハイマー病というその病気のモデルマウスにおいて、このスパインにたくさん集まるアクチンっていうタンパク質を見たものです。これは海馬っていう領域の細胞で見てるんですけれども、この正常のマウスとアルツハイマー病のモデルマウスとそれぞれで比べてみると、このスパインの数、アクチンの点で見ることができますので、これでスパインの数を数えると、このアルツハイマー病のモデルマウスでスパインの数が減っているということが分かりました。このように記憶の分子の振る舞いをかなり見れるようになってきました。しかも最近の技術の発達によってこの分子の活性化というのも見えるようになってきました。ここではスパインが大きくなるとき、どういうふうに分子が活性化しているのか、それを見せている動画ですけれども、このスパインが大きくなるときに活性化して赤く見えるんですけれども、この活性化した1分間の活性化のみでこのスパインが大きくなる、そういう絵が得られています。私はこういった技術を使って記憶、特に長く続く記憶、長期記憶の仕組みを分子で説明したいと考えています。初めに示したように、このレオナルド・ダ・ヴィンチ言ってますよね、
この長期記憶、感情や興味や状況に左右されます。そしてこの長期記憶の仕組み、例えばこのドーパミンっていうものが重要だとか最近分かってきています。そういった仕組みが最近少しずつ分かってきてるんですけれども、ここでお示ししたような方法を使ってこの長期記憶の仕組みっていうのがこれからどんどん分かってくると思います。こういう仕組みが分かると、この映画の中にあるような偽の記憶を、分子を操作することで作れる日が来るかもしれません。でも私はこういうこと、こんなことを目指して研究しているのではありません。私が目指すのは、記憶を分子で理解できれば、この記憶できない状態の病気、その病態を理解できます。そしてそれを理解できれば、例えばそのおかしくなっている分子の振る舞いを正すことができれば、その治療法の開発につながります。こういった記憶の理解、病気の理解、そして治療法の開発、こういうことを目指して私は今研究をしています。以上です。ご清聴ありがとうございました。